はい、どうも、イーズロクでーす。今はまだ、スキー場でバイトしてる最中なんだけれども、まあ一応山の駅が、まあ無料で来れるっていうので、まあ来てみました。まあちょっと風景自体、今日はちょっとガスってて、あんまり綺麗に見えないんだけど、まあこれがちょっと残念かなーって感じです。でも、すごいね、今隣に新しいゴンドラできちゃったんだけど、今時ゴンドラってできるんだね。で、これが旧ロープウェイ、まあ、廃線になっちゃったロープウェイ跡ですね。まあちょっと逆光で見づらいけど、すごいね。でもむしろこんな細いもんで、よくあんな重たいもんつって、しかも人入れてやってたよね。すごいよね。なるほど。まあ一応ここに席があるわけだけど、まあここは旧ロープウェイの廃線した跡だけど、結構屋根はね、すごい立派な作りでまだまだ持つんだろうけど、やっぱりいかんせん鉄の部分だよね。鉄とあと動力のところだよね。そっちはやっぱり先に廃れてきちゃうよね。おっと、あるね。これ文字がさ、30米って何なんだろうね。字がさ、読めないもん。これが機械室だけど、ああ、でもやっぱり動力みたいなものはもうないんだね。緊張室。へえ。まあ多分、リフトで言うあれか。